とうございました。ありがとうございました。今回は私たちのオリジナル曲のイエローリリーをお届けしました、ね、あれ作ってもらったのってパルダと結成して割とすぐだったかな。うん、そうかもしれないね。作曲家の鈴木かほちゃんっていう、かほちゃんって言ったらかほさん、当時はなんかちゃんっていう感じ鈴木かほさんに作ってもらったんですけど、聞き応えあるよね。うん、まだね、難しかったね。ある程度形になるまで結構時間かかったよね。かかったかかった。なんかリズムのこういうなんていうの、こうバランスとかこう縦合わせるのとかもすごい難しいよね。そうだよね、その辺音程もね難しかったし、音程難しいよね。難しい、なんかもう調整が結構ねすごい変わったりして、そこがいいんだけど弾く方は大変でもなんかライブで弾くとお客さんはすごい喜んでくれて、あ、そうですね、もう最近できなくなっちゃったから、最近っていうかそのね、もうこの1年だよね。だって2月にやったのが最後じゃない？そうそうそう。そうだよね。あの時はね、飲み食いしながらのライブというかコンサートだったけど、今じゃ考えられないよね。みんなマスクしてるしね。本当にね、あれはできてよかったよね。本当に。暇だったよね、1年前。仕事もなかったしね。そうだね。お金もなかった。切実あまり暇すぎたんで練習でもするかみたいな感じでね。あれは重ね撮りなんだよね。その場にいないとね難しいのね、呼吸合わせるっていう。そうだね、やっぱイヤホンやってたもんね。そうね、なんか難しかったけど、でもなんかその時は嬉しくなかった。こう全然会えなかったし、こう合奏もできなかったから、なんかああいう形でもこうできたのがすごい嬉しかった記憶があります。でもなんか、あの撮ってる期間って結局さ、子供たちがさみんな家にいるじゃない。いたでさ、その撮る時間がさそうそうなくて、わかる、隙間時間にね、もうそう何かにテレビとかに集中している2人を見て今だと思ってなんか撮ったりすごいしてた気がする。わかる、なんかね、撮ってたら覗きに来たよ。そう、絶対にしちゃうからね。あとあった。すごい苦労した記憶があるな。撮り直したいのに撮り直せないみたいな。そう。確かに、わかる。もういいかみたいな。とりあえず送っとけみたいな。結構さ、次の人待ってるから早く送んなきゃみたいな。それはあったね。あったよね。で結局立つっていう。今回のおまけはその時の妹動画をちらっとね、あの温かい目でご覧ください。どうぞ。どうぞ。皆さんありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうかね。今までとちょっと撮ってる場所もねちょっと違うところだったので、ね、いろいろこう衣装が揃ってたりとか、またねこういろんな楽しみ方をしていただけたんじゃないかなと思いますが、今新しい曲をまた
はい、私の友達に、お願いしまして、まあ、いつ皆さんにお届けできるかまだ未定ですが、そうね、練習中なのでまた新しい曲も楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは、次回は6月11日にあれ6月11日に、はい、配信をする予定です。皆さん楽しみにお待ちください。じゃあそれでは皆さんさようなら。さようなら。